します。先手藤井聡太竜王2六歩。後手羽生善治九段3四歩。改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いよいよ先手7六歩始まりました。第43回将棋日本シリーズ JT プロ公式戦の2回戦の第4局ということで、はい、はい、こちらの対局で、まあ、ベスト4が出そうということで、はい、の勝ち進みの方向性というのは、そうですね、まあ、このまま行くと横取り系の勝利になる可能性が高いですね。先手78金、まあ、やはり後手の羽生九段がどのような作戦選択をするのかというところはまず注目でしたけど、そうですね、後手3二金、横取り模様に進むのはどうなんですかね。はい、先手2四歩、はい、先手8六同じく歩。全部今まで対局されたの玉は全部違う戦略というのは、ね、はい、なかなかね、はい、はい、ありそうだな。先手8六同じく歩というのが分かるんですけどね、はい、やはりどれもどれもお互いに、はい、させるという感じで、先手3四歩だったと思いますね。はい、はい、そうですね、その時の戦後は一緒だったということですね。後手3三角、はい、まあ、この時はやはり上級経験ですね、はい、今3三角上がって、はい、先手5八玉、はい、まあ、5八玉は青の玉という感じで、はい、3三角は大体内藤九段がよく使われるという感じで、いわゆる真ん中から出させて、それではここで対局の両棋士読み上げと記録のお二人にもしばらくお休憩願いましょう。こういう戦い方も有用ですね。これは嬉しくなり
3連戦で激しくなる可能性はありますね。はい、はい、そうですね、まあ、これだとこの金がまあ離れないですね、うん、ね、こういう受け方もありそうですね、はい、まあ、結構いろいろありそうですね、吉野剛君にじゃあ一番最初に決めてもらいましょうかね、はい、いっぱいやれたんでちょっと迷っちゃいそうですけど、剛君、星野剛君はどれにしましょうか。よく聞かさせたら飲んでみてくださいね。まず、これがこうやって。あまりまだない。何でしたっけ、これが、そうこうやるって。はい。こちらの前。じゃあこれがこうやるって。はい。あ、こちら。はい、こちらで。はい、では、星野剛君の、予想では。6月曲ですね。はい、6月曲。いや、これもありますね。そうです。はい。では、はい。私の菊団の候補っては何でしょう。まあ候補手いろいろありそうですけど、まあ六八金ですかね。こう守りを固めてどうなるかということですね。はい、屋敷九段は六八銀を予想されました。はい、山田さんはいかがですか。はい、では私は一番激しくなりそうな四五桂。はい、四五桂ですね。はい、はい、行ってみたいと思います。はい、どうぞ。これも有力ですね。はい。では皆さんね、1番の候補手は6八銀と、あ、そうですね、1番が6八銀ですね、はい、私の候補手ね、はい、そして2番が4号桂そして3番が星野剛君が予想した6八銀ですね、で、4番がその他ということで、あとは皆さんが自力で考えてくださいね、はい、はい、いや、その他も十分考えられると思いますね、これもちょっと、あ、そうですね、8七金という手もあるし、はい、はい、はい、藤井竜王が何を指した手が正解になりますので、そうですね、少し考えられたので、はい、何か激しい展開を考えている可能性もありますし、もう皆さん惑わすわけないんですよね、はい、いろいろあります、ね、これじゃないかな、藤井竜王はこれを書いたんじゃないかなっていうのを思い浮かべながら書いてください、はい、はい、ありがとうございます。さて、次の一手はどんな手になっているんでしょうか。皆様には今予想していただきました1から4の番号でお答えいただければと思います。ここで解説、聞き手と大盤操作のお二人にもご休憩いただきましょう。星野剛君もありがとうございました。続いては6八銀です。それでは対局を再開していただきます。北野さん、よろしくお願いします。先手6八銀、封じ手は6八銀第一候補ということで、あ、そうでしたね、吉木九段が、はい、予想された手が正解となります。そうですね、はい、当たりましたね。嬉しそうな顔されてます。なかなか当たらないんですけど、やっぱり投手が多い時とか、はい、結構、まあ、棋士の個性とかですかね、いろんな手が考えられる局面ですと、はい、昔結構大発注したことがありましたので、今回ちょっと、はい、意外と手がいろんな手がありそうなところでしたね。あ、そうですね、まあ、激しく戦うというと、まあ、本部のような大発注みたいな手もありましたので、はい、まあ、どれも有力だったと思うんですよね。先ほどの現場で、どうか、はい、先手3号は受ける点も非常に難しかったので、そうですね、このところだったと思うんですね、はい、これが取れないようには、はい、ということなんでしょうか。そうですね、回る手がやはり難しいというとなので、まあ自然の手ですよね。後手救急車まで、いや、すごい、ちょっと前まで、はい、前まで予想できないよ、ね、そうですね、じっくりしたセットで行ったんですけど、はい、もう5手くらいにかかってくるのが激しくなってました、はい、一番激しかったですね。いや、そうでしたね、全然じっくり、はい、これを受けて、はい、じっくりとかって言ってたんですけど、一番激しい順になりました。まあ、やはり一手の陣形も高いんですよね、はい、なかなかこの後が25秒、まあ、組み合わせが難しいということで陣形を育てさせる、はい、あの、渡しても大事に、はい、これはこういうぐらいだ
まあそうですね、自然な手だと思いますね。こっちだと、ああ、こっちも考えられますけど、ちょっと、まあ、そうですよね。なんですけど、やはり手がつながっちゃえば、これ、やっぱり連結してるのが高いんですよね、はい、なかなか。羽生九段、持ち時間を使い切りましたので、これより先、30秒未満でお願いいたします。ただし、1分単位で合計5回の考慮時間がございます。はい、まあ、どちらも持ち時間を使い切って、考慮時間、残り5分ずつというところですね。はい、はい、まあ、いい勝負という感じがしますよね。うん、まあ、ここで、まあ、藤井竜王は各強豪から戸惑うんですけど、まあ、手番が羽生九段の手番なので、それをどのくらいやっていくかという感じですね。先手5二金。はい。まで65番目を持ちまして、お願いいたします。そうですね、あんまり同級してるわけでもらってしまいますので、ちょっとそれからも。ああ、はい、また
同金で、まあ、一緒みたいな。あ、そうです。なるほど、誰だろう。そう、その時もその時もちょっと小説じゃなくて。あ、はい、そうですね。なるほど。そうです。ちょっと味が悪いかもしれない。そうです。これぐらいのものですね。なるほど。まあ、結構激しい展開になりましたね。この後は3号機で、まあ、救急車に乗って、86発で、87という感じで、これで82になる。まあ、この辺りは、もうどちらも、ほぼ、もう一直線という感じになるんですかね。どうですか、ハブプランとしては。まあ、いや、まあ、始まりましたらどうするかよくわからなかったです。はい。まあ、まあ、でも、刺されてみれば、あの、8人としては、なんかこう、将来、受け子、そんな。ああ、はい。まあ、僕も希望ですね。そうですね。で、それは、あの、受け、受け入れられる人間に助ける、こう、はい、感じでしたね。それで見ると、なんかこう、あの、はい。まあ、でも、気が取りそうですね。あ、もう、どちらももう、そういう感じで、しょうがなくなって、しょうがないというか、なんていうか、もう、あの、行くしかないという感じになったところでしたね。一歩も引かずにね。はい。まあ、8月中になって、まあ、それでも気を発と出るのは、まあ、これも、やはり、まあ、こういう感じですか。まあ、厳しいという。あ、そうですね。厳しいから、厳しいで。そうですね。初心者の人が手を振ると思ったんですけど、その辺に下を選択するのは、まあ、15分から。ああ、はい。まあ、何歳かというのをやっていくという、そうですね。感じですかね。まあ、なんか、まあ、ちょっと受けて難しいですよね、これも。ない、受けがないですかね、ハンプランとしては。でも、本当の、決め合いで。はい、でも4一玉とかですね。ああ、4一玉とか手を入れると、ああ、そう、どうですか、うん、まあ4角と、ああ、はい、やはり本部でも出ましたけど、4角と打つのが金取りと、まあ成った時に何三角なのに6三角になるとかっていう筋を見るのが、まあ6三角になるからもありますけど、で、なんか玉とか、ああ、はい、3人1玉みたいな感じで、これで後手が入るか、いやー、ないですか、ないですか、まあ、コンプよりは、はい、まあ、貯金が7で売ってないから、ちょっと、あー、なんという感じなんでしょうかね、ここでまた手番を渡して、まあ、どのくらいの手が入っているかどうかみたいな感じなんでしょうかね、なるほど、まあ、これもあったかもしれないという感じでしょうか。ちょっと厳しそうですかね。なんかここで手番なので。はい。あの、6号桂角に対して、同桂なら、まあ、6二角なりのような数字でしょうか。まあ、同金ですか。あ、そうか。まあ、なんか、ああ、そうですね。4号角がなんかすごい。ああ、4号角は結構やっぱり、急所の。あ、はい、まあ、なんか先手が暴れた時に、4割を含め3点数になりまして、やはり3号2段というんですかね、そういう形なので、急所に効いているということで、なるほど、まあ、これもちょっと厳しい感じですかね、まあ、本当は割と一直線というかね、攻め合いのような感じになりましたけど、7つと金で、あの3点になり、まあ、あの、はい、4って7一銀打とか、なんかそういう手をやるべきでしたか、私。まあ、僕はちょっと金で、同玉で、あ、7一銀打と、受けばって感じですか。ああ、なるほど。これだと藤井竜王、いかがでしょうか。あ、そうですね、7一銀打と、こちらも、なんだかなり、そして、やってほしいなと思っていました。なんか、まあ、6番馬とか一気にやっていければいいんですけど、はい、6番馬だと。ただ、そうですね、同玉、4号角、はい、で、まあ、5二玉と引かれて、はい、5二玉と引いて、で、6四桂で、4一玉、4一玉引いて、2三角成り、2三角成って、3二角、3二角で。で、そのちょっと、まあ、受けられてしまって、帰って、なんか、玉を打ってしまっているような感じになるので、あ、はい、これ以上がないと、ちょっと、飛車取りが残ってるだけに。あ、そうですね。はい、まあ、同じ玉と、6二玉のような展開になるかもしれないですけど。あ、はい、まあ、先ほどの形に戻って、6二馬。で、まあ、まあ、銀なんですよね、形が。で、これで、先手からどのくらいの手が、多分。そうですね、これだとこちらがそうですね、どうなったら、まあ、難しいと思うので、
あーはい、まあ、4号に角みたいな点か、あるいは何か、まあ、角がもちろんに入ったんで、どのぐらい迫れるかという感じですね、先手力に。もう、本譜と比べて、これもっと取らないかな、そうなんでしょうかね、結構、難しそうなんですね。難しそうですね。はい。コメントみたいな。はい、コメントでした。はい、まあ、これで5段の地点をやって、あと、まあ、6段の地点をちょっと受けてるっていうような感じで。そうなんでしょうかね。これで、まあ、次でも何計画が入るかなりの迫力ですので。やはり、藤井竜王としては少し、また受けに回る。まあ、2、3角だけ立てれば一番いいんですけど、ちょっと危ない感じですよね。ああ、そうですね。はい。でも、すでには何でくださいが、ああいうので。はい。そうですね。それを、もしかしたら一旦受けるような。ああ、はい。そっか、下段に何か、受けるような感じでしょうかね。そっか。はい。という感じですかね。なるほど。まあ、これもあったという。ところですかね。はい、ちょっと進みまして、まあ、6九竜、4八玉、6八と金で、まあ、横角取った手が決め手のような感じですが、これで藤井竜王は、かなり手応えを感じたという、まあ、この6三と2三の手を狙っている感じで。あ、そうですね、まあ、その手としたのは、まあ、先ほど言ったように、しょうがないかなと思って続けていたんですけど、まあ、そこが、こちらの6三の馬が、こちらの2人に受けるというのは難しいのかなとは、はい、思っています。あ、はい、まあ、両方狙いがあったので、監督団としては、この4号角を出した手がかなり厳しいという感じだと思います。そうですね、なんか、金を取られて、またその角の詰めろをまた受けにくい、はい、あ、そうですね、今度はその後2、3角になり、ね、からの準備がかなり厳しかったので、これはちょっと待っていると思います。なるほど。いや、でも本当激しい将棋ですかね。中盤あたりからはかなりスリリングな将棋でして、本当どちらが、まあ、勝つのかわからないというような、パラパラドッグという将棋でしたね。いや、両者でした。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。Thank you.
1枚目線もらいます。ありがとうございます。おめでとうございます。国会の新聞社執行役員事業局長近藤博史より官房長といたしまして、日本唯一のバグメーカー染久堂製の長財布が贈られます。ハブプラ、どうぞ前にお進みください。藤井竜王は11月6日準決勝第2局東海大会で稲葉陽八段と対局されます。ご健闘をお祈りいたします。皆様どうぞ今後とも将棋日本シリーズ JT プロ公式戦の行方にご注目ください。対局の両先生お疲れ様でした。今一度大きな拍手をお送りください。立ち上がらないでお願いします。前の方で立ち上がらないでお願いします。